こんにちは、ムクフローリングとウッドデッキ専門店エコノキアのまさきです。アシスタントの水谷です。本日はこのアッシュ、日本名でいうとタモの木を、ご紹介していきたいと思います。はい、水谷さんはアッシュとかタモって聞いたことあります？アッシュっていうとこう髪の色でアッシュとかそういう灰色のイメージですね、グレーとかのイメージでアッシュ、ね、はい、確かにあの英語でアッシュっていうといわゆる灰色のことで、はい、同じスペル ASH でアッシュっていうのがこのタモの木のことです。あ、そうなんですね。はい、で、こんな感じの力強い木目が特徴の木です。はい、ニュートリさん、この木目を見て何か思いつくものってあります？思いつくものですか？思いつくもの、ちょっとふわっとした質問ですけど。なんだろう、力強いうねっとした木目。スポーツに関係ありますか？鋭い。あ、バットです。そう、野球のバット、うん、野球のバット自体今はもうあのメープルですとか竹ですとかいろんな樹種があるんですけど、日本の、有名なスポーツ用品メーカーさんがこのタモの植林地をもう持ってるとかいうぐらい、このタモのバットっていうのがすごい人気があって、はい、何がいいのかというと粘り強いって言います。粘り強いって、フローリングでもタモの特徴で粘り強いって言うんですけど、はい、僕も言葉ですとかカタログにタモの特徴、粘り強いですって書いてますけど、はいはい、どういう意味でしょうね。どういう意味ですか？ちょっとピンとこないんですが、しなる、その踏み心地とかが粘り強いんだと思います。粘り強い、バットなんかはああいうバーンと衝撃があったとしても割れにくいとか、はいはい、そういったのでいいんだと思いますから、うんうんうん、床とかでもこうドーンという衝撃に対しての粘り強さっていうのがあるんだと思います。なるほど。タモって日本でしか作られてませんか？いや、タモ自体は北半球の至る所で自生してる木なので、はい、日本では例えばタモも青ダモとか八千ダモとか、あと名前が違って四王子とかそういったものも同じグループであったりしますし、はい、海外ですとホワイトアッシュって呼ばれるものですとか、そういったのが、ありまして、はい、良質なのは日本のタモですとか、あとは中国からロシアにかけての、シベリアとかの寒い地域に取れるようなタモとかが良質だって言われてて、はい、ホワイトアッシュとか、ヨーロッパの方のこのアッシュって言われるものは割と木目がなんて言うんでしょうね、ぼやっとしてるというか、それも好みなんですけど、アッシュとタモで比べるとタモの方が偉いっていうのがなんかこの木材業界にはありますね。なるほど。ただ、雰囲気だけの話なので、はいはい、ムクフローリングにしたらあとは好みの問題です。バットとかも塗装されてると思うんですけど、このタモはどんな塗装がありますか？タモもやっぱりこの独特な木目を生かした方がいいので、塗りつぶしてしまうよりかはこの木目の生きるような、オイル仕上げっていうのがいいかと思います。なるほど。で、こういう強い木目なので、はい、ちょっと特殊な塗装ですけど、この木目に色を入れて、例えば木目のとこだけを黒くして表面を白くするとか、すごい、そういった特殊なことにもよく使われる木ですね。だいぶちょっと印象がそうすると変わりますよね。すごく個性的なカラーにすることもできます。はい、なので、このアッシュ、タモ、ご興味のある方はぜひエコノキアにお問い合わせください。はい、アッシュの無料サンプルカットもご用意しております。ぜひこちらまでお願いします。ムクフローリングやウッドデッキ、レジンテーブルなど天然木にご興味がございましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた。